走ってくるって言ったんだけど、走ってくるって言った割に、ほらあれだ。あれずっと走ってた？ずっと走ってた？めっちゃ疲れた。すいません、しゅうさん。汗かいてる？あれだね、ウォーターフロントから走ってきたら汗かくよね。そうです、本当にすっげえ疲れた。見てください。汗かいてる。見てください。汗だく。寒かったんだ、かかなかったっすね。あ、なるほどね、寒かったせいか。冬なんで。オッケーオッケー、オープニングいい感じ。あ、ほんとっすか。俺思ったんだけどね、最初挨拶した方がいいなって。あ、絶対、確かに。確かに、今までやってないっすよね。アデューは。それがブンブンハロー YouTube。 アデューは熱狂的なファンからアンチコメント来るでしょ。フィッシャーズに熱狂的なファンいるんすか。いや、もう使います。です今回ですけど、バンクーバーで人気のフィットネスジムクラブ16を紹介したいと思います。これ僕と翼が通ってるところなんですけど、結構広くて、でしかも1ヶ月で20ドル弱ですね。で1ヶ月で2000円弱、かなりねリーズナブルな価格になってます。しかも広くて、左入って左側が、まあ、ダンジョンで、右側が女性用なんでね、体を見られたくない女性でも安心して使うことができるジムです。注意ポイントは、基本的に日本みたいに鍵がついてないから、自分でこういうやつとか、俺かけてなかったんだ。いいよ、危ない。だからこういうのを自分で持ってこなきゃいけない。あとはドライヤーがない。ナイスね。そう、ドライヤーがないから髪は自力で乾かさなきゃいけない。結構ひどいんですよね。で、シャワーとトイレ、それで1個使えない。俺が日本とちょっと違うなって思ったところ言っていいですか。はい、こういうトレーニング器具で、うん、このトレーニングの重さの調整が、うん、基本的に20キロずつっていう。でもここで調整するんでしょ。あ、ここは10、15本。俺が無知。できるんだ。これ初心者の俺も分かってる。そうですね、まあ、俺も初心者なんで。こういうのって気づきだから。ちなみに今これ80キロ。ズームしてみますと。30キロですね。あ、そうです。行くじゃん、軽すぎて。50でやったんだけど、ちょっと90でやる。なんでちょっとずつかさますんですか。今50なのに。30から50に来たのに。何キロですか今これね。230。やってんな急に。行ってみましょう。終わり？今15回ぐらいやってる。まだ5回とかじゃない。動画ではカットしてるから。いや、してないしてないしてない。ゼロ。動画ではカットしてる。全然してない。この T シャツ、あのもらったもんだから、俺のセンスじゃないってことだね。うん、審査さっき買ってたじゃないですかそれ。さっきそれ買ってたじゃないですか、ワクワクして。なんでそういう嘘つくんですか。なんか慣れてきたね動画ね。何目指してるんでしたっけ。スパイダーマン。おお。今はないの。ノーウェイホーム。だから赤きつねするでしょ。俺あんま詳しくないからちょっとわかんない。まあ俺でもノーウェイホーム見に行ったんですよ。他のエピソード見てないんですけど。新しいのだけ見たんで。わかんなすぎて寝た。あのシュンさん家に泊まってる時だったんで、あの体バッキバキで、あの
やめろ、俺が悪いみたいに。映画の椅子心地よすぎてマジ柔らけえと思って。じゃあ結果あの自分で作ったネグラは心地よくなかった。よくないっすよ、もちろん。それはもちろん毎日起きたらバキバキっすよ筋トレしてないのに。あなたがいち早く出ようとしてるのに。正直者になったらどうすか。1回ぐらい。え30キロ上から2個目トノ中の気分こんな感じだよっていうのも紹介したと思うんだけど、トークでお伝えできる部分をお伝えできたいなって思って、俺がこれで一番言いたかったのは入会金。はいはいはい、はい、基本月20ドルなんだけど、入会金はデフォルトが100ドルなんだよね。で、そうですね、たまにキャンペーンとかやってなんか50ドルになったりする時もあるんだけど、はい、あれマジ適当だよね、絶対。あれはみ出したりしてないんで、うん、その人のいいね感。そうそうそう、だからこのじゃあ入会したいんですって言って、スタッフが個室に連れて行きます。そこで契約の交渉を交わすんだけど、いや俺の友達はいくらだって言ったら、いやでも今は違うんだよみたいな。でもなんか、じゃあどうしよっかなってこう携帯いじるっていうのを5分ぐらいやると、じゃあいくらなら払えるんだって俺は言われて、友達がじゃあキャンペーンに50ドルだったから、じゃあ60ドルで OK って言われてえ、そんなすんなり OK いくの、じゃあもっといけたなみたいな感じだった。絶対俺60ドルも安くいけるなと思って。え、翼は？俺は相手の人がインド人の方だったんですけど、うん、最初俺も100ドルぐらいで言われて、うん、100ドルが今だけ特別キャンペーンで70ドルぐらいになってる。ああ、うん、俺も80ドルって言われた。でその時点でなんか安さを演出してきて、うん、で俺の友達が50ドルぐらいで入ったの知ってたんで、うん、粘れっていうアドバイスを受けて、そこで友達と2人で行ったんですけど、日本語で会話して悩んでる感を出す。相手には分かんないんで、ちょっと本当は全然関係ない話してるから、まあ、全然本当はもう花から入るつもりだったんですけど、悩んだとしても、50ドルって友達に聞いたんだけどって話したら、結局65ドルぐらいです。あ、まあ俺も変わんないな。入会ちょっと安くなって入会できました。え、それいくら、ね、自分からいくらって言った。いや、その時は向こうから言われて、うんうん、もうこれ以上下げられない。おお、うん、ちょっと誰かにだから試してほしいよね。40ドルぐらいって言っていけんのか。40ドルいけたら猛者っすね。猛者だよね。ちょっとだから試してください、誰か行く人。そうですね、マジで100ドルは絶対払うし、払うしないです。そこの4000円はでかいね。しかも自分の場合は今日入んなかったらもう次の月曜日、土曜日に行ったんですけど、次の月曜日からはもう100ドルだから、うんうんうん、俺もそんな感じだったよって言い方されて今日決めなきゃみたいな感じにはされました、ね、知ってんだこっちはっつって。これ見てくれてる人も全員もう分かるからね、もう全部暴いてあるからこれクラブ16、うん、クラブ16の闇キャンペーンは適当に打ってるっていうのが俺が一番伝えたかったこと。うん、という感じでクラブ16闇を暴くっていう動画でした、ね、そうですね。皆さんもね、あのぜひリークがあったらいつでも言ってください、僕が動画にするんで週刊誌みたいな立ち回りする、ね、あのリークあったら こちらへはい、じゃあ最後の終わりの挨拶を。アデュー。